まあ、ゲイってなると手相でね、あのこの緑で書いてる環状線の先が二股分かれる人、これアスリートで成功する人、 M 線やっぱり強い人、ほんでそれでやっぱお金になるっていう人は中指の下のこの運命線ズドンで出て、薬指の下の金運線が出てて、小指の下の財運線。はい、皆さんこんにちは。関西弁の常に招き猫を横に置いているめっちゃインチキ臭いおっさん、口から生まれた占い師、新宿大久保西宮の兄貴金田ロッキーです。さあ、オリンピックでですね、まあ金メダル取った銀メダル取ったなってますけれども、柔道もね、いろいろとまあ物議を醸し出したりどうのこうのあるんですけども、あのボクシングの XY の染色体を持ってる選手が出たあかんやろ、で XX の女性のところにそれ出たあかんやろ問題がこの物議を醸し出してるんですけれども、あとまあこのオリンピック出て金取れる手相とかね、まあまあまあもろもろ今日はちょっと手相上で説明させていただきますけれども、ロッキーさんは数年前ヒカルチャンネルの手相を見てトップ YouTuber か底辺 YouTuber か当てれるのかという回に出演し、まだ無名だったバンバンザイ技師とコヤッキー東野の手相を見て、この2人は絶対に売れると予言しました。そして本当に売れたコヤッキースタジオにヒカルが出演し、数年前ロッキーさんが手相を見ただけで技師とコヤッキー東野の数年後のブレイクを予言していたと語ってくれたのです。ヒカルチャンネル手相会ご覧ください。まあ僕も大体ね、結構いろいろ見ましたけれども、あのボクシングね、ほんでね、これどういうことか、体は男やけれども気持ちは女でってなると、体男で、まあ要は定義としては、竿と玉がついてる、はい、女性はおっぱいがある、穴があるじゃないですか。ほんでね、こう竿と玉を取っちゃったトランセクシャルの人が女性にやっぱり女性として試合に出ちゃダメやと思うんすよ。ほんで女性が男性ホルモンを打って、まああの竿は生えてこないんでね、まあまあ、 あの取り付けたりどうのこうのして、体を男にして、まあヒゲも生えてくるようになって筋肉質になって出るっていうのも、まあまあ、それもどうかなとは思うんですけども、やっぱりガチの男性と戦った時にハンディ背負うことになるとは思うんですね。気持ちとしてはもう男性やし、男性として試合出たいってなっても、うん、そのトランセクシャルの下には不利になると思うんで、まあね、後々ね、まあトランセクシャルの人たちの、まあもう競技人数が少ないからな、こう相手探すのも大変なんかもわかんないですけれども、まあそういう大会で戦わなしゃあないのかなと、うん、でこの XY の染色体、これちょっと体がどういう風になってんのか僕は分かんないんですけど、僕の持論としてはもうトランセクシャルの人たちはやっぱりもうその男性の体やった人が女性になったからっつって女性の方に出たらあかんかなと、うん、逆もハンディあるでって、もうそれが僕の持論なんですけど、僕も空手やりますけれども、僕今型選手なんで、型の場合は男女混合の時ありますわ、うん、だからまあ女性で上手い人、女性のその繊細な型を取るのか、男性の力強さを取るのか、大体分かれてるんですけれどもね、まあうち混合の時もあります。はい、次出る全北陸はそうやな、混合やな、で北海道も混合やな、うん、まあ大体男女分かれてるんですけどもね、全国大会世界大会はまあ分かれますわ、うん、でね、まあそんな感じで、そのまあゲイってなると手相でね、あのこの緑で書いてる環状線の先が二股分かれる人、これあのね、手相に7割論って存在するんですけど、これ男性でこの環状線が二股に分かれてる人、両方で出た大体ゲイなんですけれども 100% じゃないです、7割ぐらいがゲイかな、うん、だから手相にその7割論というのが存在するんで、後からちょっと説明しますけれども、でこれね、どういうことかというと、環状線二股、三股四股分かれている人はアゲチンアゲマンなんですよ。はい、あの入る組織が潤うとかね、これ悪く言えばまあ世話焼きなんですけれども、だからダメオくん、ダメ子ちゃん捕まえたらダメなんですけれども、入る組織の人が占う、男同士でもこうね、こう
一緒に仕事したら潤うとかね、入る部署が潤うとか、入るお店が潤うとか、うん、まあ上げ賃上げマンっていうのはそういうことなんですけど、まあ今日はその上げ賃上げマンを置いといて、この2つ分かれてる人ってすごい優しい波長の人なんですよね。だから男性でも女性的な、ゲートは限らずとも優しい人、まあこれ両手出てたりしますわ。うん、ほんで大体こいつちょっとどっちなんやろうっていう人で、これ両手に出てたら大体ゲイになっちゃうかな。だからこれ出てる人の7、この二股に分かれてる感情線、両手に持ってる人の7割が大体ゲイって感じですわ。で7割論っていうのがね、これこの手相で人差し指側からちょっと斜めにピュッと出てる線ね、これ S っ気の線、薬指側からちょっとピュッと出てる線ね、これが M っ気の線なんですけど、S、M みたいな感じでピュッピュッと出てるのが大体日本人の7割の人たち。女性で言うたら、まあわがまま好き放題も言うくせに、夜はベッドで M っていう感じなんで、だからまあ男性はね、あなたが何を言おうがハーハーって言い返すしてた喧嘩になるんで、何を言おうが聞き流してくれて、夜はいじめてくれる人探してください。だいたい7割そんな感じで出てますね。これね、タロットでも面白いもんでね、100点っていうのはまず出ないです。この相性を占った時にね。70点出たらいいんですよね。うん。60、30点、40点のをよくしようと思っても難しいもんで、もともとのね、波長というか相性が合わない時はもうしゃあないんですけれども。うん。だいたいそんな感じになります。エク線、開運線と呼ばれますけれども、何歳でブレイク来るかなんですよ。だからこれ出てる年でスポーツ選手としていい成績残せる、それも